はこの秋公開の話題作、あの人気コミック「タッチ」の実写版です。世界の中心で愛を叫ぶでブレイクした長澤まさみさんが南ちゃん役に挑戦している映画です。長澤さんに猛アタックしちゃいました。女性のマネージャーって欲しいのよね。美人の方はね、いつでも OK なの。どうですか、うん、だベンチで待ってユニフォームを置いてぜひ行きたいですね。わお。実は金ちゃんが帰った後に長澤さんは野球のことをもっと勉強しなくてはいけないからと、うん、マネージャーになることをやんわりお断りしていたのです。ヒロイン朝倉みなみ役の長澤まさみさんが主役。そんなみなみちゃんの部活は新体操ということは、あの衣装を着るんですか長澤さん。レオタードを着ますね。でも特訓みたいのはもう昔からもうダンバレーとジャズダンスはやっていたので、とは言うものの全然体も柔らかくなくてドベタクソだったんですが、この方ゴロさんわかります？あの世界本さんは特に長澤さんのことが気になってたんですね。ヒロイン南ちゃんを演じるのは長澤まさみさん。彼の方が声低いんですよ。なんか幼い感じがある。翔太君は、は俺あるか、顔がね。双子とはいえ一発で見分けられちゃった斉藤兄弟でも、目覚ましでは発見しました。囲み取材でのこんな場面。今回は最初死なないらしいです。すげえな。ん、本当なの？とても気になる映画版タッチ、秋の公開が待ち遠しい。ぜひ見てください。